こんばんは。いや、いやはや、いやはやって感じでね、そんな感じなんですけど、こんばんは。工作正解。あーん、明日ね、みんなに何か差し入れしたいなって思ったんですけど、でもさ、私カゴを買うの忘れたのね。カゴ、普通のカゴ、顔っていうか、今年もいろはちゃんの駄菓子屋さんを開こうと思ったんだけど、去年東京で会いました。いろはちゃんのルルルリン、明日忘れ物ないよね。もうね、忘れ物をするようなものをね、全部置いてきた、あっちに。現場じゃない、なんていうんだろう、あれに置いてきたの。だからもう忘れ物はね、しないんです。箱をね、忘れてた、買うの。完全にダイソーとかに行けば全然あるんだろうけどさ、すっごい忘れてて、うやべーってなって、どうしよう、この最中。いろはちゃんの駄菓子屋さん、懐かしいね。駄菓子屋さんをね、作ったんですよ。多分ね、知らない方は何言ってんのってなると思うけど、やっぱりなんて言うんだろう、老若男女が出演する舞台なので、なんかね、私よくね、向こうで工作をしておりますけど、しておりますけど、アマゾンの暖房か、アマゾンなのかな、わかんない。私はちっちゃい頃から工作が得意なのだよ。工作が得意なのだよ。こ、段ボールでね、小さい頃、うまいだろ。段ボールで小さい頃、こんぐらいの人が、人一人が入れるぐらいの
お家をね作ったんです。あ、いいじゃんいいじゃん、かわいい。これに普通の折り紙でいいかな。いや、クラフト紙とかでいいかな。ね。あ、紙袋いいな。紙袋もあり。ワイのクラフト紙はどこや。ちょっと待ってください。お疲れ様です。皆様本日もお疲れ様でございます。いやーガチで眠いね。どうしようってぐらい眠い。今日は私は8時に起きて、朝8時に起きたんだ。私にしては早くない？私にしては早いですよね。ね。ちょうどじゃないの見てください。うんうんうん。早いよね。8時に起きて、で今日はですね、場当たりでした。舞台、明日から始まる舞台の場当たり。
Nice. Yes. Okay.開いたんでしょう。箱なんてね、みんな見ないのよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。山川いろはが作ってますからね、丁寧なわけがないんですよ。そういうこと。差し入れのが大事ですから。うわ、待って、完璧かよ。見てください、皆さん。チャン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 。何これ、珍百景もびっくり。でしょう。やべ、やっぱりさ、危ないじゃん、こう切ったところって。そう、危ないのね。だから手切るからさ、危ないじゃん。おばあちゃんたちもいるしね、今回。あー、早いわ、やっぱり。すっごい早い。完璧だな。で、さっき聞いたこちら。もしもでっかい夕焼けを見たとき、あなたに教えたいなと思うけど。大型？A 型。でも山川いろはは絶対大型だと思うんだ、私。どう思う？みんなさん。みんなさんって。みんなさん。
あのね、A 型ってさ、何でも丁寧にやってさ、真面目みたいなさって思うでしょ。違うんだよね、実は。 A 型っていうのは公共の場とかは片付けたりそのするんですよ。けど自分の部屋だったり自分のテリトリーでいいものに関してはもう何でもいい、正直どうでもいいみたいなことがありますから、適当だったりするんですよね。自分に分かればいいやろ。だからノートとかも、まあ、取るっちゃ、あの人に聞かれた時に答えられるようにちゃんと取るけど私はみたいな、そういう A 型が多いかな。でも自分用とかだったら全然ぐちゃぐちゃみたいな、そういう感じ。割とペキ1個やくない、こういうこと。こっちのアマゾンの大きい箱もできます。あ、 AB 型かもしれない。 AB 型かも。結構ヤバ顔いるか思った。まだお風呂入ってないの。今さっき帰ってきた、今帰ってきたの。正直言っちゃうとは。そう。だから、そうなんですよ。正直言っちゃうとね。アマゾン。もしもでかい部屋でも見せる部屋もしもでかい部屋でも見せてしまうのちゃ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 。はい、完璧。見てください、このまっすぐな線。やっぱり私って天才なのかもしれない。はい、完璧。
もうちょっと切ってこなくていいかな。今日舞台メイク何しようとしたんだっけ。なんかこれもぴったり、いや大体ぴったりか、いやちょっとぴったりじゃないな、もういっか。これにあのね、去年ダンレボを見に来てくださって、見に来てっていうか、まあ私のダンレボを応援してくださったりした方は知ってる方がいるかもしれないんですけど、私は去年ね、差し入れで、差し入れって何がいいんだろうって考えたときに、あのね、ダンスレボリューションがレッツエンジョイ夏休みみたいな空気がある舞台だったんですよ。だから夏休みってことで、夏休みイコール、まあ、学生イコール、なんて言うんだろう、学生イコールお菓子、青春みたいなイメージだったから駄菓子屋さんを開いたんです。私開いたというか、まあ、差し入れをね駄菓子にして、やっぱおばあちゃん世代とかもさ楽しめるじゃん、駄菓子だったらちょっとつまめるしね、ちょっとつまめるのがいいんだよ差し入れとかって。やっぱりなんかそう、大きくて高くてとかもすごい素敵なんだけど、うん、クッキーとかでいっぱい買ってきた。だからそう、舞台だったらやっぱり、ね、もう休憩時間が割と少なかったりするから、でもやっぱり差し入れは食べたいし、差し入れが楽しみっていうやっぱり人もいるじゃん。だからやっぱり オーソドックスなジョジョ園の弁当とかでもいいんだけど、一回で終わっちゃうやん楽しみが。やはりだったらもうみんなが楽しめて懐かしいねってなってみたいな、で素敵かなと思ったので、去年から今年は駄菓子屋さんを開いてるんですね。その駄菓子屋さんのやつ、どうしようかな、色をちょっと吟味中、茶色かな、
ロですからこういう工作。今年は進化しまして、ただの駄菓子屋さんではございません。昔と昭和と平成と令和が混合ということで、スモモやらそういうのものがあれば、逆に地球グミとか令和のものもね、いっぱい用意してみました。楽しめるじゃん。あとさ、みんなが何が好きかそれぞれやっぱ違うじゃないですか。だから断定できないなみたいなって思った。肉が好き、叙々苑、アレルギーとかもみんなわかんないし、だからもう自分で勝手に取ってもらった方が、ね、いいなみたいなね。地球だと選べる違う。そうなの、私駄菓子屋さんがね、あと私が駄菓子屋さんが大好きっていうだけ、それだけ。本当に駄菓子屋さんを日本から抹消しないでほしい。駄菓子は、駄菓子は何が好きかな。でもなんかきなこ棒とかでも好きだった、ちっちゃい頃。あとはもうでも私駄菓子屋さん行ってたらマジで一生しっとるけ、しっとるけっていう佐賀県のアイスがあるんですけど、一生しっとるけ食べてたからさ、おばちゃんもう一本とか言って、しっとるけってしっとるけ、シミラシミラ、しっとるけってしっとるけ、4日間。でもさ、去年びっくりしたのがマジで1日でさ、めっちゃなくなるの。やっぱ食べやすいじゃん駄菓子って。だからさ、つい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 ね、いっちゃうんだろうねって思いますけど、いいよね。でも F I は
エースがない。キラつけよ。いや、こっちかな。そう、びっくりしちゃった。すごく去年私はびっくりした。間違えた。危ないのでね、この段ボールの切れ端がすごく危ない。から一旦ペタペタ貼ってみる。うん、いいんじゃない？ね、こちらはですね、実はこちらのマスキングテープちゃんたち、こちらはですね、ジョンマイラブで皆さんにお手紙を書いた時に使ったものです。うん、よくない？かわいいじゃん、これいいじゃん。眠くないの？いや、眠いね。正直私はもう今日、しかもなんか昨日が本当に寝れなくて、マジで。なぜか。まあ場当たりとかで緊張してたのかもしれないけど、本当に寝れなくて、うん、自分でも驚くほど寝れなくて。
日さ、ね、4時ぐらいに寝ちゃったから多分、まあ、記憶があるのは4時ってだけで4時なので、なんか全然眠たい、正直言っちゃうぞー。ただこれ終わらせないあれにはさ、まだだと思う、まだね、レジって明るくなり始めてない。そうなの、私いつも部屋の電気を全部消してから寝るんだけど、あーやってしまった。そうなんですけど、消した時に部屋が明るかったもんね。やっぱりえ、明日雨なの？そうなんだ。今日もなんか雨降ってましたよね。知らなかった。帰り道とかは全然降ってなかったけど。やっぱり早うな。でも急にすっごい降り出してるね、今日。そんなことない？お昼公演は2時ですよ。2時45分前会場だった気がする。なんか45分前に来られましても劇場には入れませんので、皆さんそこはご注意ください。よし、いいんじゃない、こんな感じでいいかしらね。
てない。それ持って寝るの。22は全体的に雨らしい、全国的に雨らしい。 22？ 吉田カレンの卒業公演22じゃない。さすが雨女だね。うん、関心だわ逆に。あ、ええ感じや。見てください、かわいい、かわいい。メメロディーキキララ。かわいい、かわいい。22って吉田カレンですよね。そういうことよね。マジでさすがだね。カレンも雨女ですよ。そう、カレンは雨女。So cute. いいんじゃない？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 めっちゃ眠いね。私って15分やったっけ。あと喉がすごいね、今日だからリハと投資2回ダイヤハートってやったから、私3公演分ぐらい動いてんだよね、シングルキャストの子たちは。ね、得意だよね。てか今日何日？今日20か。あ、充電が。ないんご。
丸首で余裕あるのよ。これ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 はなんかビッグシルエットだからじゃないですか。駄菓子ってどう書く？作るね。これ手につく。この音苦手な方ごめんなさい。色の駄菓子屋さん、
これでっか。そう、飾る方の箱、飾る箱です。なんかさ、昔の駄菓子屋さんっぽくしたいんだけど。くしゃみでそう。いいんじゃない。ね、どうしよう。どうしよう。いいんじゃない。いいんじゃない、いいんじゃない。
なんかハロウィンみたいな。お菓子のイラストわかんないな。うん、いいね。確かにお菓子の絵描いてみる。ガムね。難しいね、駄菓子の絵って。うん、いいんじゃない。ドーナツね、確かに。うん、ちょっと待って、かわいいんじゃない。せんべい。
かわいい、いいじゃないの。これにしましょう。かわいいと思います。よかった。皆さん眠たかったら寝てください。私も眠たいので配信が終わり次第すぐに眠りにつきたいと思います。かわいいポップ、かわいいでしょ。それな、私も結構ね、もう結構限界が来てたかもしれない。もしかしたら眠たいね、やっぱり眠たいんだよ。オレンジ、うん、一瞬に寝つけていいですかね。アンコールショー、私ね、一回映画は一回見たらもういいやってタイプなんですよ。一回見に行くか分かんないけど、特典次第だよね。ワンピースの映画ってさ、特にフィルムレッドとかさ、特典がすごすぎて見に行く人が多かったから、今回もなんかそうなりそうな気がするけど、ね、わたあめは薄いピンクだね。
ポテトチップス、テイルチップス。ポテチの袋って何色？黄色？ガム。じゃない、いいんじゃない？これで。よいしょ。よし、終わろう。みんなの寝る時間もなくなるし、私の寝る時間もなくなる。寝ましょう、皆さん。明日舞台ターニングポイント初日になります。初日です、お越しください。現在現在は Courageっていうチケットサイトだと購入が可能となっておりまして、そうなので、ぜひそちらからチケットをチェックしてお越しくださると幸いです。お願いします、待ってます。よいしょ。ほう、
明日9月21日から24日は舞台ターニングポイント。皆さん人生のターニングポイントにの方々はもちろん、人生に悩んでいる方々、そしてなんて言うんだろう、なんか自分何やりたいのかなみたいな悩みを持った方々もぜひお越しいただきたい。そう、何か持ち帰っていただけるものがあるかもしれないです。明日は今日でも、今起きてる人にとっては明日じゃん。そんな今日ですって言われてもさ、まあ寝て起きたら明日じゃんって話じゃん。だからまあ明日なんだけど、そういうこと。じゃあ終わりっす。ちょっとランキング、あれだけ見ます。5、5、5、3、まさかずさん、じんじんさん、ゆうやさん、かばきちさん、ほのちゃん、ダニさん、いなきちエイトさん、スペースゴーさん、ゆうやさん、まゆさん、たんぽぽさん、キーリードさん、メインディッシュさん、さがみみつおさん、メインじゃあつむじかぜさん、かひろさん、マフェリアスさん、サラスキーさん、メインディッシュさん、カーヒルさん、ハート、いやいろいろ、なんだ、いろいろギフトありがとうございました。それでは終わりまーす。ランキング見ます。13位まゆさん、12位いなきちエイトさん、11位メインディッシュさん、10位大粒ちゃんさん、9位かばけちさん、8位さがみみつおさん、7位キリトさん、6位ベルちゃんかいとさん、5位きみゆこさん、4位48さん、3位まさかずさん、2位つむじかずさん、1位あんねさんでした。ということで終わります。おやすみなさい。舞台お待ちしてます。チェキも限定グッズであるので、チェキぜひゲットしてください。おやすみ。